はい、どうも皆さん、こんにちは。偏差値40、宮崎先生です。本日はですね、ノルマンディ上陸作戦、解説していきます。ノルマンディ上陸作戦は、1944年6月6日、第二次大戦中に、当時ドイツ領だったフランス北部のノルマンディにアメリカ、イギリスをはじめとした連合軍が上陸した作戦になります。1943年夏、アメリカ、イギリスはイタリアに上陸して、そこからドイツ本国に攻め込もうと考えていました。ですが、イタリアの山岳地帯で防衛戦をやるドイツ兵に苦戦し、進撃は難しくなってしまいます。そこでイタリアではなく、北フランスのノルマンディに上陸して、そこから東に向かってドイツ本国への進撃を目指そうとしました。こうすれば、東のソ連と西のアメリカ、イギリスでドイツを挟み撃ちにできると考えたわけです。そんなわけで連合軍は44年の中頃までにノルマンディに上陸するための計画を練っていきます。一方ドイツ軍は北フランスの海岸線に要塞を築こうとするのですが、当時すでにドイツはソ連との戦いで疲弊していて、そのような長大な要塞を築く余裕はありませんでした。そんな中ドイツは北フランスのカレーという地域の守りを特に固めます。っていうのもドイツはイギリス国内のスパイやイギリスの無線交信を傍受することによって連合軍がカレーに上陸するという情報を得ていました。そこでカレーに戦力を集中し守りを固めることで対抗しようとしていたのですが、実はこのカレーに上陸するというのはイギリスとアメリカの流した偽情報だったわけです。実はイギリス国内にいたドイツのスパイの多くはイギリスに寝返ってしまっていたんですね。そんなわけでイギリスはこの二重スパイを使ってカレーに上陸するという偽情報を流したり、あとは嘘の無線交信でカレーに上陸するということを言っていたので、ドイツはすっかりその情報に騙されてしまいました。連合軍はカレーに上陸すると見せかけて実はノルマンディに上陸することで一気に奇襲をかけようとしていたわけです。そして連合軍は1944年6月5日にノルマンディ上陸作戦を行おうとするのですが、ここである問題が発生します。それは暴風雨です。暴風雨によって6月5日の作戦はできなくなったのですが、この時重要になったのは双方の天気予報です。ドイツ側の天気予報はですね、6月9日までこの悪い天気は続くという予報だったのですが、連合軍側の天気予報はですね、6月6日つまり翌日に一旦天気は回復するという予報でした。連合軍はこの予報を信じて翌日の6月6日に上陸作戦を行うことにします。そして迎えた6月6日、天気は連合軍の予報通り回復しました。というわけでついに連合軍はノルマンディ上陸作戦を実行に移します。すでに事前の空爆でドイツ軍のレーダー施設や道路はですね、連合軍の爆撃によって破壊されていました。そして上陸の直前、まず連合軍は空挺部隊というパラシュートで敵地に降下する部隊、こういった部隊を敵地に投入し、ノルマンディ上陸後に必要になるであろう橋などを占領することに成功します。その後に連合軍はこのノルマンディに大艦隊を送り込みます。この戦艦の艦砲射撃などによってドイツ軍の海岸の陣地は壊滅的な被害を受けます。一方ドイツ側は6月9日まで天気が悪いから敵は来ないと思い込んでいたのですが、6月6日敵が来たことによって奇襲を受けた形になりパニックを起こします。それに加えてこの時のドイツ軍の指揮官も9日までは敵は来ないと思い込んだ結果、ドイツに帰って休暇を過ごしてしまっていたので指揮官が現場にいないという状態でした。攻撃が開始されてからもドイツ軍のトップはですね、
ノルマンディへの攻撃は本命じゃない。いつか本命の主力部隊がカレーに上陸しに来る。そのために戦力を取っておくんだ、みたいな感じでですね、ノルマンディに本格的な増援を送ることはありませんでした。つまりノルマンディのドイツ兵は奇襲を受けて指揮官もいないパニック状態な上に陣地も艦砲射撃で破壊され、なおかつ増援も来ないという圧倒的不利な状況にさらされます。連合軍はその物量を使ってノルマンディの5つの海岸からそれぞれ上陸します。ドイツ軍は戦術のように戦える状態ではなかったので、局地的な反撃で死傷者を出すものの、連合軍は順調な進撃を見せます。ですがそんな中、唯一予想を上回る反撃を受けたところがありました。それはアメリカの上陸したオマハビーチというエリアです。実はこの辺りのドイツ軍の陣地は連合軍の艦砲射撃も虚しく、無傷に近い状態でした。それに加えてここにいたドイツ軍部隊というのはソ連との戦いで実戦経験を積んだ、いわば精鋭部隊が守っていました。そんなわけでこの海岸に上陸したアメリカ軍は精鋭部隊のドイツ軍による猛烈な反撃を受けて、最初に上陸した第一波の部隊はですね、おびただしい数の犠牲者を出し、ある中隊に関しては中隊のほとんどの人が負傷または戦死するといったありさまでした。ですがそんな猛烈なドイツ軍の反撃は長く続きませんでした。その後に連合軍の駆逐艦がこのオマハビーチのすぐそばまで迫ってきて、艦砲射撃によってドイツ軍の陣地を粉砕します。これにより形勢が逆転し、その後第2波以降の上陸隊は着々と上陸することに成功しました。ちなみにこのオマハビーチでのアメリカ軍の死者負傷者の割合というのは 5.8% なのですが、この数値ノルマンディ上陸作戦においては最悪な数値なのですが、太平洋戦線の各上陸作戦に比べると低く抑えられていることがわかります。そんなわけで5つのビーチのうちの4つは順調に上陸できて、唯一オマハビーチでは予想以上の被害を出したものの、作戦全体から見れば全てにおいて順調な上陸をすることができました。ドイツ軍もついにノルマンディ上陸が敵の本命ということに気づき、温存していた部隊をノルマンディに向かわせようとするのですが、すでにこの時ノルマンディへの上陸は終わっていて、有効な反撃をすることはできませんでした。連合国側はですね、この作戦全体で5万人以上の死者負傷者が出るだろうと予想していたのですが、実際は1万人程度に抑えることができました。そんなわけでノルマンディ上陸に成功した連合軍はその後東に向かう形でドイツに進撃していきます。ですがその途中にあるフランスの首都パリである動きが起きます。当時パリはフランスがドイツに敗戦したということもあってドイツが支配しており、ドイツの味方をするフランス人勢力も存在していました。ですがそんな中、ドイツの支配を脱しようとするフランス人勢力も多くあり、連合軍のノルマンディ上陸を受けてこの反ドイツフランス人勢力は武器を取りドイツに立ち向かいます。そんなわけでパリを舞台に反ドイツのフランス人勢力対ドイツと新ドイツフランス人勢力が市街地戦を繰り広げます。これによりパリは戦場になるのですが、この後ノルマンディからやってきたアメリカ軍部隊がこの反ドイツ勢力側に加わり、ドイツ軍を追い詰めていきます。追い詰められたパリにいるドイツ軍は降伏を決意し、ドイツの味方をしたフランス人は反ドイツのフランス人たちに処刑されてしまいます。そんなわけで連合軍の活躍によりパリは解放されるのですが、連合軍がフランスに与えた被害も甚大でした。連合軍はですね、ノルマンディ上陸前から
フランス北部に空爆を続けていたんですが、この空爆で亡くなったフランス国民の数というのは約7万人に上ります。それからアメリカ軍兵士によるフランス人女性への性的暴行も多く起こりました。これはですね、祖国から遠く離れたヨーロッパの地で戦うアメリカ軍兵士、こういった兵士を鼓舞する意味で性欲に訴えかけるプロパガンダをアメリカが行ったことが原因とされています。そんなわけでフランスにも多くの被害が出た一方、連合軍の活躍によってフランスは無事連合国の一員として敗者復活することができました。一方東側ではですね、ドイツとソ連が戦っていたわけなんですが、ノルマンディ上陸作戦と同時期にソ連はソ連でドイツを追い詰めるための一大作戦を実行に移していました。はい、というわけで本日はノルマンディ上陸作戦解説しました。ご視聴ありがとうございました。